い、どうも皆さんこんにちは、安永細工です。今日も元気にね、Z1 アラシュームチャーに乗っていきたいと思います。いやー暑いね。去年まではさ、もう6、7、8、9ぐらいまではお休みをもらってたの。なんで、なんだに、何今の音もらってたの、うん、がさ、なぜかさ、このバイクに乗るとさ走りたくなるのよね。だからさ、今ほんとね暑いけどさ、暑いならちょっと涼しいとこ行けばいいじゃんと思って、やっぱ阿蘇の方面に行ってしまうのよね。で今回は人吉かな、人吉じゃねえや、どこだ、どこか名前忘れちゃったんだけど、岩熊山の切り通しっていう、ちょっとこう細めの道路、切りたら岩かなんかの切り裂いたところの道んところ説明下手かって、すいません説明下手で、このとこでちょっとね、しおみちゃんをねちょっとスタイリッシュにちょっと写真を撮っていこうかなと思っております。ということでね、行きたいと思います。じゃないんだよ。
チョイスね。こんなとこあるんだね。知らちゃった。どこ？かっこいい。目的地は左側です。ここね。お疲れ様でした。どこら辺で撮ろうかな。バックとかも置いとかない関係ね。切り通しって書いてるね。うん、本当だ。切り通し。この辺かな。ね。さあさあどうしよっか。あ、なにここ。お地蔵さんたちがいっぱいいんじゃん。失礼します。ちょっとここら辺でちょっと撮影させていただきます。撮影許可をいただきます。あ、でもこっちもいいよね。いや、ゲーライかっこいい。いいね。すぎでしょこれ、ね、え、俺の Z1R 潮見ちゃん、やべえ。よし、次はね、次目指すとこは潜水橋というところですね。はい、ここはね、とりあえず岩桑山の、切り通し、はい、とりあえずコンプリート。あっちいな。潜水橋にレッツゴー。はよ。およそ300メートル左。ここあんま通んないんだね。そう、
になったぜ。